ます。来ました。3月15日。ついにですね。ありがとう、ジョン君、早くからね。いい、ありがとう、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・ナチュラル・キラーズいます。バンド名みたいな名前なんですけど、一人でやっています。撮るね。いいね。広いね。久々に来たけど広いわ。ちょうど。ちゃうか。なんか結構良くないこれ。めちゃくちゃ可愛い。なんかあれですよね、今までになかった感じで。せやね、ちょ迷って、俺もちょっとかっこいい系の方がいいんかなと思ってたけど。いや、めっちゃいいと思います。最近なんか手書きしだしたからさ。なるほど。どうしてもなんかこれになっちゃって。いや、すげえ可愛い。フォークとかのテーブル。あ、うん、じゃあ投げて。気持ちいい。いました。結構目立つ感じで。抽選用意してきた。俺なんてマジで100円玉用意してくれてるの。してるよ。100円単位ないようにしてんだから。いやいや、何が起こるかわからないの。物販なの。まあさすが物販マスターや。何回物販やらされてるの。すいません。置いてきます。あ、もう全然オンでいきましょう。あ、素敵。いいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。Yeah!
どちら向けてというか、4月1日神戸チキンジョージで、ワンマンライブをしてから、それからね、ずっと全国47都道府県を回ろうということで、ね、回ってきました。とてもね、ありがとうございます。いろんなことがあったし、いろんな人と知り合ったし、悔しい気持ちも嬉しい気持ちも、いっぱいあってね、人として人間としてなんかとても贅沢なありがたい暮らしをねさせてもらってて本当にありがたいなと思います。何をと思ったんだっけな。なんかそういう中でね、本当にすごく
皆さんにありがたい、ありがとうという気持ちはたくさんあるんですけど、やっぱり昔から変わらなくて、自分の感謝の気持ちはちゃんとした結果を出すことでしかお返しならないんじゃないかって、これは僕が勝手にそう思ってるんで、そこに向かってなんとかどんどん年は取っていくんですけど、いくつになっても、夢があるというか、夢が見れるっていうのはね、必ず一矢報いて証明したいなと思ってます。今の話すごく矛盾しちゃうような気がするんですけど、今日が終わっちゃったんで、みんなも次は何かないと寂しがっちゃうんじゃないかなと思って、また3月なんですけど、ちょっとまだね本当に本決まりしてなくて、名前と場所とかをまだちょっと言っちゃちょっといけないというか、ちゃんと SNS とかで告知するんですけど、来年の3月、9日、まあ、サンキューの日ですね。そうなんです、感謝の気持ちをね、本当に僕のわがままというか、僕の やりたいようにやらせてもらってます。本当にそれにね付き合ってくれて本当にいつも嬉しいし、まあ、返せるもんがやっぱり僕はライブぐらいしかないんで、3月9日にね大阪にある3000人ぐらいいる、野外音楽堂で無料のワンマンライブします。またこんな風に、ね、もし日にちがずれちゃったりしたら申し訳ないですけど、来年の3月なんかあいつそういうことやるんだなぐらいな感じで、また次をね楽しみにしてくれたらなと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。この47都道府県ツアーのね、なんかでも僕の中でもなんかとても個人的に印象的に残った曲を最後にやりたいなと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。必ずもっと成長してみせるんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。